茨城県。茨城県は日本の県の一つ。関東地方の北東に位置し、東は太平洋に面する。県庁所在地は水戸市。都道府県人口は全国11位。面積は全国24位である。茨城県は関東地方の北東部に位置する県で、元の日立国前域と明治期に千葉県から移管された下宇佐国佐島郡有機郡。 豊田郡、岡田郡の全域及び、相馬郡、葛飾郡、香取郡の一部から成り立ている。県の人口は人で、日本の総人口の約2.3%を占めており、静岡県に次いで全国第11位。政令指定都市を持たない県では最も人口が多いが、人口30万人以上の都市は存在しない。面積はキロメートル。霞ヶ浦、 北浦、牛久沼、木沼などを含めない場合は五千八百七十四点二零キロメートルで、国土の約一点六パーセントを占める。県内の市町村数は四十四で、内市は三十二、群は七で、その下二十の町と二の村がある。二千八年度の県内総生産は十一兆五千百五十七億円。県北部は、日立市、日立中市で工業化が進み、 太平洋や闇添山地のある緑豊かな地域を形成する。県中央部は、水戸市に茨城県の県庁が置かれ、おみた市に茨城空港がある。県東部の鹿島市、上栖市では、鹿島臨海工業地帯を形成し、工業化が進んでいる。県西部は、関東平野の中央部にあたる農業を中心とした内陸の地域となっており、県南部は、筑波研究学園都市や、 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスの整備等、東京特別区のベッドタウンとしての開発が進められた地域となっている。県名に使用される茨城は国軍里政時代に置かれた茨城軍に由来するものである。茨城の名称自体は、日立国風土期まで遡るもので、同期序文には、日立国成立以前に置かれた6つの国、新張、つくば、茨城、長、久慈。 たかの一つとして見える。日立国成立に際して、この茨城国を踏襲して成立したのが、茨城軍であるとされる。日立国風土記の茨城軍城では、茨城の名称の由来として、次の二つの説話が挙げられている。一つは、朝廷から派遣された、大臣、大野氏一族の黒坂命が、先住民の族を、うばとげを用いて滅ぼしたというものである。 またもう一つの説話では、黒坂命が人々を悪族から守るため、ウバラで城を築いたという。これらはいずれも大和政権の勢力拡大を英雄に固くした起源説話としてよく見られるものであり、実際の起源についてはつまびらかでない。以上の説話を別として、ウバラ、イバラ、ウバラの吐いた地域を指した故障と見る説もある。なお、和名書によれば、 この茨城郡内には特に茨城号が存在している。この茨城里の否定地は石岡茨城とする説が有力で、同地は日立国の古国府や茨城郡の郡家も置かれたと定めされる政治的中心地でもある。また、付近の茨城廃寺跡からは茨城寺の牧所を持つ河原家が出土しており、茨城があふるくは茨城とも記されたことが知られる。明治維新後、 藩県平地時代や廃藩地県の当初の段階では、茨城県は設置されていなかった。その後すぐ行われた、初見の統合に際して、水戸、松岡、宍戸、笠間、下立、下妻の六県を主体として、茨城県が成立したのが県名としての始まりとなる。これは、水戸の属した茨城郡を県名に採用したことによるが、水戸県とならなかったのは、 水戸藩の新政府への貢献度が認められなかったためとされ。なお、水戸周辺は、律令制時代には、茨城郡でなく、中郡に属したが、大公検地の時に、茨城郡に移管されている。なお、茨城県の、う原の字は、都道府県としては、唯一、表外漢字自体であったが、う原の左下の、表の字の部分が、二の字、2010年の常用漢字改定により、 常用漢字となっている。県名の茨城は、現在、茨城と読まれる。しばし、茨城と語読される。歴史的な読みとしては、前身の茨城郡について、和名書では、無名美式、日立国風土記の天保十年、1839年、漢本では、茨城と仮名が振られる。現在の読み、茨城は、この茨城が点火したものになる。 地方区分としては、茨城県は、関東地方、首都圏、北関東、東、関東、東京圏などに分類される。県の面積は、全国24位だが、平地に富むことから、果樹地面積では、全国4位となる。太平洋側気候を呈し、陶器は、小乾燥、夏季は、タウタ室となる。また、太平洋沿岸部は、海洋性気候、内陸部は、 内陸性気候となる。全般に、冬季は朝晩は沿岸部を除き放射冷却により気温が下がり、夏季は埼玉県に近接する一部地域を除き、北東気流の影響を受けやすく比較的冷量である。豪雪地帯に指定されている地域は存在しないが、南東部を除く地域、特に北西部山間部は南岸低気圧や北東気流の影響で、 局地的に大雪となることもある。なお、豪雪地帯に指定されている地域を持たない県としては、最北端に位置する。県域は、自然的条件から、抗議では、県南、県央、県北、河口に四分される。さらに、社会、経済的特性特に都市化を条件に加えると、抗議の県南は、県南、県西に二分される。 茨城県には32二市七10町に村がある。町はすべて、町、村は、村と読む。それらは、茨城県庁によって、以下の5つの地域に区分されている。以下、地域内人口と、都市圏等を記載する、地域内人口は2005年国勢調査の値、都市圏、の人口は2010年国勢調査に基づく、都市雇用圏の値。茨城県は、 全国47都道府県のうち11番目に人口の多い県である。総面積は全国24番目であるが、過重地面積では全国第4位である。これらの統計で見ると、特定の都市に一極集中せず、全体に広く人口が分布しているとも言えるが、地域県で見ると人口約300万人のうち1、3が東京県並びに、 つくば都市圏に含まれ、残りの200万人が、それぞれの地域で、農業や小規模な商工業を基盤とした、地域圏を形成している。人工人。地域内に、日立都市圏、人を有する。県北は、県北や、県北の読みが見られる。人工人。地域内及び、県北地域に、水戸都市圏、人が存在する。人工人。かつての鹿島郡弦。現 ここタ、鹿島、上カミスの三首と、行方郡、ゲ行方、板子の二種から一時ずつ取った名称である。学校の部活動の地区名など、県討と呼ばれることもある。カミス都市圏、人は、千葉県の一部にも広がりがある。人工人。地域内は、東京都市圏の一部、人に含まれるほか、県内を中心とする都市圏では、最大規模である筑波都市圏、人を有する。 人工人。地域内は、小山都市圏の一部、人、東京都市圏の一部、人に含まれるほか、小賀都市圏、人、畜生都市圏、人を有する。水戸地方気象台が、気象情報や注意報と警報などを発表する区分は、県北地域、県央地域、河口地域、県南地域、県西地域に分けられている。これらに分類される市町村は、 県庁が定める地域区分と同じである。また、県北地域と県央地域を合わせて、茨城県北部、河口地域、県南地域、県西地域を合わせて、茨城県南部と表す場合がある。水地方気象台が気象予報や注意報と警報などを発表する場合など。北部、県央地域と県北地域。 1875年5月6日までの茨城県と南部、旧、印馬県北西部、旧、新張県北部では、地域色が異なっており、旧、新張県でも、国道51号沿線、大洗鹿島線鹿島線と、国道6号、常磐線沿線、旧、印馬県でも、国道6号、常磐線沿線、つくばエクスプレス沿線、県西地域とでは、 経済的基盤も異なっている。北部で人口が減少し、南部で人口が増加傾向にある状態を南北格差、または南北問題と呼ぶことがある。地域格差を解消するための施策として、県では2006年から2010年度までの5カ年計画で、河口、県南、県西の各地域を南部広域連携圏都市、県北山間、県北林海、 県王の各地域を北部広域連携圏に分けた展開の方向性を示している。南部県は南関東とのさらなる連携を強める交通インフラに重点を置いた地域づくりを北部県は北関東における物流拠点や先端産業拠点と広域交通基盤の整備を目指している。また県庁内に県北地域の振興を専門に行う。 県北振興室が新設され、県北地域振興を担う財団法人グリーン、ふるさと振興機構とともに、茨城里山生活と名付けた、主に段階世代をターゲットにした移住、日地域居住など、県北地域、ひたちなか市、中か市、東海村を除くでの、ゆったりと豊かなライフスタイルを発信、推進している。 本県に人が住み始めたのは、今からおよそ2万4千年前の火山灰層、アイラ・イ伊ワ火山灰、略して AT の大石前後からであると考えられている。この層の下からナイフ型石器や極部麻製石器、焼けた、歴石群が見つかっている。これらの石器の後に、採石人が、北、カラフト、北海道、東北と、南、九州、西日本から伝播する。 この時期の遺跡としては、後の B 遺跡、日立中市などから確認されている。採石人格、採石人、堀木、早期などが出土している。現県域には、水戸藩ほか14藩と、県域外所大名の飛び地、幕僚、旗本僚などが作創していた。1868年、慶応4年、明治元年、幕府の解体により、旧幕僚、 旗本領は新政府の直轄地とされ、6月に、城川光明、三上藩士が、日立地検事に、8月には、佐々府、佐田行進、日後藩士が、下宇佐地検事に任命され、上層の民生を担当した。翌1869年、明治2年1月に、下宇佐地検事の管轄地が、葛飾県、2月に、日立地検事の管轄地が、若森県になった。 こうした動きの中で、同年6月に、半赤奉還が行われ、1871年、明治4年7月の廃藩置県を経て、同年11月、現在の県域は、茨城県及び、新張県、銀馬県のそれぞれ一部に統合された。1875年、明治8年5月に、新張県が分割されてそのうちの日立国部六軍が、茨城県と合併し、 同時に、千葉県、1873年、明治6年に、印馬県と木更津県が、合併からおおむね、利根川以北にあたる区域を編入て、現在の茨城県が成立した。人口は1920年、大正9年に135万人と関東地方では、東京府、現、東京都に次ぐ人口であったが、その後は緩やかに増加傾向が続き、 1950年、昭和25年に204万人、1999年、平成11年に300万人になり、その後は緩やかに減少傾向にある。また、現在の人口は政令指定都市を持たない県で最大である。合計特殊出生率は1.37人と、全国平均の1.37人と同じであり、平成20年、総人口は、 山間部の多い北部、平野部の日立中市、中市、東海村を除くでの減少が著しく、つくばエクスプレスの沿線開発が進む南部での増加が著しい。茨城県は5つの地域区分に対して人口の3分の1が東京通勤圏に位置する南部に集中し、その一方で北部や西部などでは定住者に奨励金交付する定住加速新制度を導入するなど、 人口減少を食い止める施策が行われている。また、関東地方及び北関東地域では、唯一、中核市がない県である。茨城県議会議員選挙は、統一地方選挙では実施されない数少ない都県の、一つ、他は、岩手県、宮城県、福島県、東京都、沖縄県である。これは1966年、昭和41年。 県議会議長ポストをめぐって、汚職事件が発生したことにより、同年12月21日に、茨城県議会が解散したことによる。茨城県全体では、国政選挙、県政選挙ともに投票率が低い傾向があり、参議院議員通常選挙を取ってみると、第16回参院選、36.62%、第17回参院選。 36.94%、第18回参院選、50.99%、第19回参院選、50.18%、第20回参院選、50.07%と、選挙区の投票率が3回連続全国最低や、ワースト2位となっているほか、知事選挙では1997年9月14日が31.87%、 2001年9月16日が29.93%。衆議院議員総選挙でも年々下がり続け50%台で推移。県議選も2002年は40%台まで落ち込んだ。茨城県選挙管理委員会では投票率を向上させる施策を県民から公募し、銀行やコンビニ ATM に投票を呼びかける案などを実行したりしているが、 特に大きな変化は見られない。選挙区の投票率を予想して応募し、ぴったり当てると特産のメロンや日立牛がもらえたり、県内の中学生からメッセージを募集し、ラジオ CM で流したりするキャンペーンを行った第21回参院選で、全国ワースト2位であった。ここでは、県内ローカル規模や、それに近い企業以外で、本県に本社を有する企業を述べる。また、日立市、 日立中市に日立グループの企業の工場が数多くあり、鹿島臨海工業地帯を形成する鹿島市、上須市は、鉄鋼、石油化学を中心に工場が置かれている。石岡市、鹿島市、霞ヶ浦市、筑波市、土浦市、日立市、日立中市などに大手製造業の研究拠点が多く存在する。山戸政権機に大国と言われ、日立国府江では、 常世の国と歌われたように日本屈指の農業地帯である。農業産出額は北海道に次ぐ第2位2010年度の統計で日本有数の農業圏である。県土の大半を平地が占め、その多くが農地であることから森林率では31%と大阪府に次いで全国で2番目に低い。メロンの生産量は全国1位である。長年有名だった。 霞ヶ浦のコイは2003年10月のコイヘルペスウイルス騒動で養殖が休業状態になっていたが2009年平成17年4月に県の養殖自粛要請が解除され養殖が再開されることになった。茨城県の沖合は暖流の黒潮、日本海流と寒流の親潮、千島海流の合流地域で漁場として最適地域である。 沖合漁業と沿岸漁業が盛んである。関東地方1都6県の中では唯一 JR を除く大手施鉄会社の路線がない。また、小田急電鉄の車両4000系が乗り入れてくるようになった2016年までは東京地下鉄、東京メトロ以外の大手施鉄社の茨城県内への乗り入れもなかった。茨城県の県道一覧、県内に 本拠地を置く、県域民放 FM 局は存在しないが、茨城放送が IFM の名称で FM 保管中継局を設置している。また、県内が地震エリアに含まれる民放 FM 局は以下の通り。また、国際放送の NHK ワールドラジオ日本の送信所が県内にある。かつては民放テレビ局、民放 FM 局会局の動きがあったが、 テレビ放送を計画していた茨城放送はテレビ放送を断念。2018年現在、茨城県は民放テレビ局と FM 局が存在しない唯一の都道府県であ。2011年3月11日に発生した東日本大震災で県内の被災状況がなかなかテレビで報道されなかった理由は県内に民放テレビ局が存在しないことが理由だと指摘する。 著名人の訴えがあった。なお、1979年10月7日から2011年3月27日までは、フジテレビの放送枠、日曜朝にて、健康法番組である、おはよう茨城が放送されていた。同番組終了後、2011年4月22日より、テレビ朝日の散歩シリーズの番組内、金曜日にて、県のインフォマーシャル、磯山さやかの循環。 茨城、雷の、巧みに学ぶそういえば茨城ばっかだな。が放送されている、2分版、30秒版の2回、を参照。茨城県は、日立国と下宇佐国北西部によって形成され、歴史的には、東関東方向と地域に属する。県南地域の一部、県西地域の大部分は、旧、下宇佐国で、明治時代に、千葉県より移管された経緯があるが、 現在の茨城県内で使われる東、関東方言を総称して、茨城弁と呼ぶことがある。現在では、関東地方に多く見られる流れとして、共通語化が進み、南部を中心に、伝統的な方言が衰退し、主に首都圏方言が使われている。また、東京都心からの距離の割に、標準語とは大きく異なる方言であることから、伝統的な方言を返さない住民も多い。 ブランド総合研究所の調査によれば、全国47都道府県の魅力度調査で、茨城県は2013年2014年の2年連続再開、観光意欲度は6年連続再開となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。